はい、鳥です。今回は、信長の野望、大使ウィズパワーアップキット、こちらの上級の、1542年6月松平広忠で、始めてみようと思ってます。ではご覧ください。さあ、それでは続きを始めていきましょう。前回ですね、今川家との戦いで切磋の教えを受けながらも、なんとかここまで、攻め入ることができました。で、なんとその間に、息子である松平元康、まあ、後の徳川家康ですねが元服してくれて、すでにここの城を攻めてくれてます。若干12歳にしてすでに初陣、そんなんでいいのって感じですけど、まあそれはちょっと致し方ないので攻めていきます。さあ、今回ですね、今川を潰しつつ、今ちょっと若干の脅威は北条と南部なんですね。ここがなんかちょっとかなりの勢いで来てますので、あんまり接したくないなと。ただですね、長尾家は配下に入れておきたいです。南部がもうちょっとかなりの勢いで来てますので、それを収めておかないと後々の戦いにとってちょっと不利かなって感じにはなります。それでは、いきましょう。他愛もないものだ。手を打ちましょう。もう瀬の姫はいるよ。お、大賞券いいね。負けてやるわけにはいかぬ。行くぞ。後に続け。木曽福島城攻めか。あの城は唯一めんどくさいんだよな。ほいま？またか。しかも今度は強力だぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。1,2,3,4,5,6 7家から包囲網を受ける。マジかよ。報告いたします。先月の収支です。いや、この包囲網はやばいかもしんない。お命令を。さすがに今回ばかりはやばいかも。あれ、大内も敵に回った。まあ、ここと、まあ、大内は多分攻めてくることないと思う。あっち家もね。
で、三好と浦上がちょっとめんどくさいぐらいだから、まあ西は大したことないね。むしろ東だよね。長尾でも大したことないと思う。やっぱ北条だ。北条だけでどうにかすればいけるわ。ただ北条家って多分宇宙が兵多いんですよ。下手すると40万ぐらいいるんじゃないかな。あ、うちとほぼどっこいか。33万弱。まあ、ちょっとめんどくさい家ではあるけど、叩こうと思えば別に叩けないこともない。はっ。はっ。はっ。なんでここに足がこんな置くんだよ。承知いたしました。だからね、あんまりね、なんだろう、ランニングコストを考えると承知いたしました。そんなことやるなっつうねって。はっ。承知いたしました。この下にランニングコストっていう考えを持ってけっていうのはまず無理があるんだけど。はっ。承知いたしました。めちゃくちゃいるな。承知いたしました。承知いたしました。あ、これはもう仕方ないね、こういう城は。承知いたしました。長尾家4万5千、結構な兵出してきたね。任せる。見えていたことよ、すべてな。この城いただくとし。いい感じ。行くとしようか。じゃあ一回帰ろう。ちなみにここってどこなの？ああ、はいはいはい、あの北西、丹波の軍か。確か1万か1万2千程度に抑えといた軍だよ。いや、よくやったよ、あれは。行くぞ！後に続け！とりあえず今川をある程度落ち着かせる。あ、しかもこうなると切磋の教え使えなくなるよ、やつが。逆に俺らにとってチャンスだったな。まだそれはやらなくていい。とりあえず同盟だけ報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。かような策はいかがでしょう。これにて表情を終える。うん、なにこれ、総領外交、なにそれ。ああ、そんなのあったんだ。まあでもいいかな、とりあえずは。あ、これだけ取っとこう。論議ポイントが上がるっていう。米を売ることは俺はあんまりないからいいかな。ゲチオ、このゲームは本当に、ね、お金をどう考えるかっていうのはすごい重要なんです。お金じゃ、米だ。米をどう考えるかっていうのはすごい重要です。どういう軍なんだろう。ちょっと待って、タメカニがいたのか。ああ、これはノーチェックだった。やばいのが一人いるな。じゃあタメカニは隠居してる身ってことなの。行こう。
志果たさずして賞は終えられぬな。こんなもん勝てんだろ。破れし者は朽ちるな。さてそろそろ交渉使えないかな。 あ無理だったか。じゃあこのままやってってください。悪いが負けられぬのでな。よし、オッケー。かたじけない。あら、行こうか。ナオトラがいるとはちょっと意外だった。いざ参ろうか。さあ、家康も、元康も今どんな感じかな。あと4日か。じゃあもうそのまま落としてくれ。この城、もらい受け。行こう。うわ、長岡実のか。あれとは戦いたくないな。我に続け。行こうか。いざ参ろうか。よしよし、担いで急げ。実に今いい感じだぞ。我らの勝ちだ。勝ちの気を上げよう。よっしゃ、元康もいいよ。確認をしておきたいんだけど、お、ここでぶつかることはできる。参るぞ。2万6000同士の戦いだ。どんな部隊がいるの。よし、それならチャンスかもしれない。手を打とう。いざ参ろうか。ただ今ちょっと待ってね。参るぞ。一回今川との戦いはある程度落ち着かせてから行くから。あれ、なんか引いたぞ、どっかの部隊が。うわー、それはちょっと困ったな。参るぞ。引かせと皆の者、続け。仕方がない。参るぞ。待機する。うん、たあいもないものだ。進め。報告いたします。先月の収支です。義地。まあこれじゃ仕方ねえな。ここでね、5000でやり合いたくなかったんだよね、正直言って。さてと、では上杉家と戦いますか。行こう。進め。で、勝家はここでちょっと交渉をしてほしい。敵が我が領内に向かっております。お、4万もの兵が出してきた。三好やるね。4万の兵を出してきたか。ただ岸和田だと俺らが6000有利で戦える。あとは任せます。ここは結構勝負どころだから。
でも俺はちょっと手が出さない。国衆奨励は入れられるだろうけど、まあでもなんとかしてもらわないとね。それよりか今東国攻めにちょっと執着したい。こいつは一体何を考えてんだ。敵が我が領内に向かっております。27,000、随分出してきたね。じゃあ包囲でいいよ。待機せよ。さあここ勝負ですよ。一部隊奴らの方が多いね。今回は、大将が一番前にいるようなんですけど、鉄砲隊3部隊を前に置いときます。でその前には、奈落です。まあ、そこに引っかかってくれればその間に鉄砲をどんどん打ち込むっていう作戦で、あとは後ろに、おとり隊を置いときますね。今回大将は春影なので、まあ春影はそんな大したことはないと思うんだけど、その親父さん為影がやばいんですよ。こいつ相当強いからね。為影、あ、このおっさんですよ。ね、オール100以上。ね、嫌ですね。斎藤智信も同じ感じ。うちどんな感じだろう。うちもオール100以上が3人か。ね。さあ、これでいきましょう。信長の鉄砲力すごいね。でも、松平広綱もなかなかだよ。はい、では出陣します。行こう。ちょっとね、本陣切り込みが使えないのはちょっと残念だったなっていう部分がありますね。覚悟しろ。ご命令よ。始めるぞ。そしてどうも奴らもあれを持ってるっぽいね。なるほど、ここに守りを一人入れてるんだね。命令よ。みんな気合を入れろよ。さあどう来るかね。ご命令ください。覚悟しろ。多分ね、罠がなんかあると思うんですよ、あの辺は。このままさ、ほら案の定、やっぱ思った通りだ。で、こういった場では割と士気が下がりやすいだろうから、あんまりむやみやさに動かない。ご命令よ。みんな気合を入れろよ。敵の居所知れました。行く。あの空気、隙を見せた。敵の居所知れました。ちょっと待って。前。そこにいるの為影？あのやっばいやつがここにいるの。ごめんねよ。みんな。まあでもここで叩ければ気合を入れろよ。覚悟しろ。参るぞ。始めるぞ。ゲチよ。始めるぞ。ゲチ。始めよ。ご命令を。始めよ。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。参るぞ。覚悟せよ。なんでこんな防御力が低いんだ。ご命令ください。あれ始めるぞ。やりたい。前へ。油断大敵だぜ。でもってことは
大将この辺か。ご命令を。ゲチオ。始めるぞ。ゲチオ。覚悟しておけ。命令してくれ。参るぞ。始めるぞ。ご命令。始めよ。横槍を入れろ。やりたい。前へ。命令してくれ。ゲチオ、覚悟しておけ。覚悟せよ。お、あれぶっ壊した。それさえぶっ壊したらこいつらに用はない。始めるぞ。あんな面倒くさいやつやったな。やりたい。前へ。敵の居所知れました。やりたい。前へ。これか大将は。ゲチオ始めるぜ。やりたい。前へ。これはかっこいい的だけだ。覚悟しておけ。めんどくせえな、こういうの。始めるぞ。やりたい。前へ。よし。始めるぞ。切り込め。参るぞ。覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。ご命令。始めよ。横槍を入れよ。切り込め。参るぞ。ゲチ。行け、ゲチ。始めるぜ。ゲチ。始めるぞ。なんか今回あれだね、おとり挑発使う必要はあんまりなかったね。ゲチ。参るぞ。浅はかな。ゲチ、覚悟しろ。ご命令よ。みんな気合を入れろよ。苦しいところは正直苦しい。これ誰？ゲチ。あ、ちょっときついね、この戦いにおいては。参るぞ。覚悟せよ。ゲチオ、始めるぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。そうか、この3部隊で加藤と後を収めた方がいいな。始めるぞ。参るぞ。覚悟せよ。よっしゃ、出てきた。あいつが出てくるの、ずっと待ってた。ご命令を。行け。足軽隊、踏ん張れ。こういうのはちょっとめんどくさいね。ご命令を。はじめよ。ゲチオ、みんな気合を入れろよ。よし、金森流しか、悪いが捨て駒になってもらおう。やりたい。前へ。いや、そんなところに長くあったろ。あ、しかもあんまり良くない。戦いついて士気がちょっとだいぶ下がってきている。やりたい。前へ。やっぱりどんどんこれは続行する。ってなると、今度は逆に俺は形勢不利になる。ご命令よ。みんな、気合を入れろよ。
参るぞ。始めるぞ。ゲッチ、ちょっと引かせよ。やりたい。使いすぎた。はい。うわ。これやりたい。たぞ。前。覚悟なき者、開けはせぬ。まずい。やりよる。今は引くぞ。参るぞ。そう。参るぞ。この場で直接それだけ覚悟せよ。やりたい。前へ。一旦引くぞ。滝川一馬さん。やりたい。前へ。敵の居所、縮小かなり苦しいな。始める。いかんいかん、逃げるが勝ちよ。これは苦しい。勝ったか。このままだ。出走。薩摩島津ではないんだけどね。やりたい。おい、ゲチよ、始めるぜ。覚悟せよ。あんなヤバいやつたまったもんじゃない。このまままだ終わらぬ。よかった、いい感じに聞いてる。ゲチよ、やりたい。前へ。一旦引くぞ。ここで全軍突撃したか。ご命令を。これほどと我らが敗れるとは。食べかけを潰した。敵の居所知れました。さすが上杉、かなり犠牲。長尾家か、かなり苦しいね。やりたい。おい、一旦引こう。大名覚悟せよ。さあ、一部隊だ。チェスト。横槍を入れよ。ここで給油。愚か者には攻撃できないようにしてやる。死あるのみ。ゲチよ、さあ行こうぜ。信長まだ回復時間があるか。やりたい。まい、借りは返すぞ。よし、戻った。行け。もうちょっとだ、頑張れ。あと177。やりたい。行けるぞ。隙を見せ。まさか。よし、負けるとは。苦しい戦いだった。やりたい。前へ。志果たすまで負けはせぬ。2万5000で一応4万叩いた。これは苦しかったよ。かたじけないことです。なんという秩序だ。参るぞ。ここまで苦戦させられたら正直思いもよらなかった。手を打とう。進むのだ。よし、勝間さん。よし、オッケー。みんな勝ち時を上げよう。参る。進むぞ。越後攻めをやってくれ。そのまま我が領内に敵が迫っております。まあ随分出してくるね。三木城に5600ですよ。そんなの1万くらいの兵がいりゃいい。1万くらいだったらかき集められるでしょと思ったら、もっと
いい感じにかき集められてますね。我に続け。確かに2万何本が来てるって言ってたよな。だったら一旦ここで撃破する。我に続け。その撃破が終わってからミキゾの救援に入る。それでいけるでしょ。恐竜の減り方が今非常に心配だ。ああ、でも大丈夫だ。毎月4万8000ね。おっと、間違えた。我が領内に敵が迫っております。まだ来るか。ずいぶん出してくるな。本当に包囲網だよ。頼む、なんとかやってくれ。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。本当によくやった。よし、もう強行だ。勝ちの気を上げよう。じゃあ元屋さんも受賞しいよ。いいですね。待機せよ。え、強行？いや別に、今日やたらなんか苦戦するな。報告いたします。先月の収支です。お命令。俺のイメージはもっとすんなりいくってイメージだった。あれ、なんか思ってる以上に良すぎるペースで戻ってる。なんだそれって感じだ。手を打とう。進むのだ。ああ、そうか。いや、そしたら手を打とう。飯山城を攻めに進むのだ。で、加世場山にはモグラ攻め落としてる。さあ、お米を買いましょう。我が覚悟、お見せしよう。取引を行いましょう。よし、オッケー。仰せの通り。いいね。仰せの通り。よっしゃ。取り計らいます。あら。最後はうまくいかなかったね。まあ大体そんなもんです。志果たさずして賞は終えられぬな。勇気無冠。この志果たさずに死ねるかよ。宝術研さん、宝術研さん使ってくるか。この志果たさずに死ねるかよ。カリザローズだ。それは別にいいや。皆の者、我に続け。農兵精霊。よし、籠城して。姫路城硬いね。いいこっちゃ、あの硬さは。なんかさ、来てねえか。4400。春日山って別にそんな狭い場所じゃないよね。参るぞ。うん、2万4000だから大丈夫。よし、じゃあそのままやってください。あれ、山形正景、今はオブ正景だっけ。はあ、カゾナイがいるよ。よし、オッケー。勝って兜の王子おるでないぞ。はい、姫路の救援して、三木城の救援してください。我に続け。あ、いや、
ダメ元で進むと攻めて。皆の者、我に続け。じゃあ方位。え、マジで？志果たすな。よし、オッケー。負けはせぬ。いや、俺はもうそんな表示は出ることなく勝てるもんだと思っていたから。マイルズ、ちょっとびっくりした。進め。手を打とう。3825投資か。ダメだったらダメでいいや、別に。勝ったらラッキー、ダメだったらダメ。うん、いいね。あー、でもそこそこ、まあそこそこじゃないけど、ちょっぴり被害が出てたぐらいだね。報告いたします。これより表情を始める。これにて表情を終える。ご命令を。よし、ちょっとね、同盟を結びましょう。南部と一応同盟を結んでおきたい。承知いたしました。共通の敵がいるからね。あれ、兵を引いた。ちょっと意外だったな。志果たさずして賞は終えられぬな。何？優雅な戦であった。ね、そしたらこれ、あ、上杉家ってすごいいるんだね。あ、長野さんぐらいかな、興味があるのは。あ、一徳斎がいる。はい、方向変更。昨日の友は明日の敵。上杉の今さん、覚悟せよ。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。助立ちいたす。手を打ちましょう。俺はよく分かってなかったんだけどさ、え、もう交渉できるの？まだだよね。あ、じゃあもうあれは対面で行ったんだ。なるほど。包囲網の効果って、切斎の教えがそれをはるかに超えるんだ。すごいね、切斎の教え。他の技は反則技だよ。みんな、よくやってくれたな。ついでなんで、室津城まで行ってみよっか。行こう。我に続け。洲本城はね、非常に重要拠点なんですよ。モグラ戦をやらせるの忘れてたんですよ。ただ俺は今それより越後攻めがちょっと興味ある。この城もらい受ける。よし、かたじけないことです。さあ、この調子で行こう。どんどん長尾城を攻めていこう。我に続け。この城もらい受けよう。あっさりいったね。よし、オッケー。かたじけない。さあ、今大チャンスですよ。もうフィーバー中ですよ。
進むのだ。我らに負けても恥じることはない。我らの勝ちよ、勝ち時を上げ、行こう。はい、天神殿と出陣するぞ。この城もらい受ける。いいね、松代城。かたじけない。もう順調すぎるわ。はい、突入するぞ。はい、方位でいいよ。砥石城ってさ、兵数上限いくつ？行きます。あ、オッケー、4万出せるんだったらうちら関係ないわ。問題ない。あ、方位か。待った、モグラ攻めできる。だったらちょっとでも最短距離で行こう。いや、いいよ。報告いたします。ゲチ。洲本を取ってその先まで行けるかがすごく気になっている。それができるとめちゃくちゃでかいからね。取引を行いましょう。ありがとうございました。いいね、かしこまりました。よっしゃ、取り計らいます。オッケー、パーフェクトでしたね。志果たさずして、うわ、やっぱ来やがった。賞は終えられぬな。国衆少年となえられた。使いの者が来たようです。うちに真珠の申し入れってよな。一徳祭があっちに行くのは嫌だ。相性良さそうな気もするな。うん、オッケー。他愛のないものよ。行こう。我に続け。あとどんぐらいでいくかな。あと16日。うん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 、西もいい感じでいけてますね。あ、ただちょっとここが気になるな。あ、ほら、やっぱり兵数上限が俺ら不利なんですよ。だったら攻める場所を変える。岡山、我に続け。岡山だったら多分負けることはない。はい、それでは、今回はここまでにしましょう。まあ今川攻めを考えていて、まあ、だいぶ今川を潰してはいったんですが、まあご覧いておりました通り、まさか包囲網をまた食らうとは思いませんでした。今度の死亡者は、北条です。でも残念なことに北条とは一回も戦ってないんですよ。それよりかは他の家、今川、長尾、あと西だと、裏上、三好、そこと戦ってる状況ですね。大伏家と秋家はそもそも攻める範囲ではないので、うちらの相当先にいますので、ちょっとこれは攻められないよっていう状況です。うん。で、合わせてですね、上杉家、ここがもう滅びる寸前なんですね。で、まあ、さっき心中の申し出があったんですけど、いや、それやって、北条に取られるの嫌なんですよ。
ですので、それだったらもう潰してしまおうと。ただ今言ってて思い出したんですけど、確か松平博信ってなんだっけな、対名でなんか従属詞の変更ができるっていう技があったんですよね。だからだったらそれ使ってもよかったかなって今すごく後悔してます。まあでも仕方がないですね。ここまでやった以上はもうこれで進めていきましょう。はい、というわけで、まあ次回ですね、包囲網に入っているところをどんどん潰しつつ、勢力を拡大していきたいと思ってます。あとは今川もあと残り2つの城だけですので、この辺もね、いい感じにやっていきたいなと思ってます。はい、それでは、今回はここまでとします。ここまでご覧いただき、どうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。